震源型航空戦艦とは架空戦機、朝日の艦隊に登場する架空の航空戦艦のクラスである。この艦の外艦は朝軒よりに走行飛行艦艦を備え、右軒全部に41センチメートル連装砲3機、真中に環境構造物、後部に広角砲群を配置している。また、主砲から環境にかけての外艦は、秒光型重巡洋艦に類似している。 このクラスは二隻建造されネームシップである、信玄、そして姉妹艦である、謙信の順である。この名でわかる通り艦名はそれぞれ信玄イコール武田、信玄、謙信イコール上杉謙信に由来している。寺氏は20年の日本出撃時には、信玄が第一遊撃打撃艦大機関の任についており、翌21年の新造作戦。 翌22年のスカンジアビナ半島攻撃には、航空攻撃を行っている。そして後世、第二次世界大戦も押し迫った、テラシは25年7月、南大西洋において、ドイツ大バルト艦隊所属第11機動部隊機関、ポツダムに対して、航空攻撃及び最初で最後となった、対艦砲撃でこれを沈めたのも束の間、ダカール・オキゼの戦闘で銃爆撃機、 アースの攻撃を受けて、謙信が、中八子の後、太平洋への移動が命じられ、その途上撤退作戦のため立ち寄った、トリスタンダクーナ島での、アースの支援を受けた、独潜水艦隊の飽和攻撃により、謙信は戦没、信玄も損傷した。その後、信玄は、正論島において、修理を行った後、インド洋において、連合軍輸送船団の護衛任務を行ったと、 されているが、詳細は不明である。ただし、テラは25年末のマスカット講和会議において、軍縮が決定され、続編の、新、曲実、新、紺碧で登場していないことから退役したと考えられる。ありがとうございます。